でこれですかね。はい、これです。これが新しいものですね。マニュアルがスマホのアプリを開くだけで見ることができますので、こんにちは、スミやです。今日は、ドワーフ3のね、新しいユーザーマニュアルが3月4日に更新されていますので、それを見ていきたいと思います。すごいですよ。未来のね、ドワーフ3の 予告までされています。はい。まずね、見ていきたいのは、ちょっと読んでいきましょうか。本マニュアルは、ドワーフラボアプリケーションを紹介し、以下のユーザーガイドとして機能します。また、当社のアプリは常に更新されているため、本ユーザーマニュアルの内容も随時更新される可能性があります。最新バージョンのチュートリアルは、 定期的に以下のリンクをご確認ください。本チュートリアルに関してご不明な点がございましたら、helpjp.dwarflabo.com まで気軽にお問い合わせください。Dwarf3 をご利用いただき誠にありがとうございますと。完全にね、日本語のマニュアルになってますね。このユーザーマニュアルがあることは以前の動画でも紹介してありますが、 今回はね、新機能である天文スタジオを中心に見ていきたいと思います。まあその前にもね、いくつか注目すべき点があるんですが、ちょっと見ていきましょうか。これ全部読んでると大変なことになりますね。わからない時だけ見るようにした方がいいですね。ドワーク3はスマート望遠鏡の中でもね、最も多機能な部類に入ってくるので、いろんな使い方ができるという点で言うと、マニュアルがどうしてもね、 詳しくないといけないということはあるんですけれども、その分ね、初心者はこのマニュアルを全部読みこなしてから使おうとすると、それだけでハードルが高いので、習うより慣れろ。まずね、使ってみてわからないことがあったら、このユーザーマニュアルに来るという方がいいんではないかなというふうに思います。私が注目したのはですね、ターゲット追跡ってまだやったことがないので、これをね、 しっかりマスターしていきたいなというふうに思います。自動追跡というのをクリックして、そしてトンネル鳥居を四角い枠で囲めばいいということですね。それからもう一つ注目したのは、これですね。パノラマモード。以下の手順に従ってプロフェッショナルなギガピクセルパノラマを撮影してください。 ま、この撮影方法はね、後で読んでいただくとして、3.5.4パノラマの撮影。撮影ボタンをタップしてパノラマ芸術の撮影を開始します。パノラマ撮影に関する注意事項。パノラマ撮影中、撮影ボタンをタップすると、ドワーフ3はリセット操作。モーターをリミット位置まで回転を行い、 その後、パノラマ全体の左上隅の最初の写真位置に戻り、左から右、行ごとに撮影を進めます。撮影ボタンをタップした後、約3秒の待機時間があります。この間にフィルターを取り付けることが可能です。んフィルター付けられるんだね。撮影完了後、望遠ビューのインジケーター、ー緑色のボックスはパノラマの中央、 つまり初期位置に戻ります。この後ですよ。アルバムではパノラマは最初のショットのサムネイルとして表示されダウンロードはできません。つまりスマートフォン上でパノラマ全体をプレビューすることは現時点ではできません。次回のアップデートで自動パノラマ合成およびプレビュー機能を追加予定ですのでお楽しみに。楽しみたいですね。 早くね。自動パノラマ合成とプレビュー機能がね、追加予定と書いていますので、それに期待したいところです。3.7.6.4、天文スタジオ。撮影が完了した後、アプリのホームページ、アルバム、天文スタジオから、真空画像を後処理して、より高品質な画像結果を得ることができます。天文スタジオでは、 ドワーフ望遠鏡からスタックされた画像ファイルをサーバーにアップロードする必要があります。この機能を使用するには、スマホがインターネットに接続されているか、ステーションモードで接続されている必要があります。と天文スタジオの使い方がかなり詳しく解説されていますので、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。そしてこの内容はね、今パソコン上の画面で見ているんですけれども、 スマホのね、ドワーフラボのアプリで見ることができます。しかもね、ドワーフと繋ながないでもこのマニュアル使い方は見ることができますので、そういう使い方もしてみてください。ちょっとこれで見てみようか。特に接続しなくてもね、この上の、右上のところを開くと英語で出てきますねで。この右上をタップするとね、中文日本語って だから英語と中国語と日本語になんか対応してるようですね。中文見てみようか。あ、中国語になりましたね。はい。日本語にしてみましょう。はい。何かお困りですかっていうことで、こういうふうに詳しいマニュアルが出てきます。続きを見るを開いてみると、こういうふうに出てきます。はい。でこれですかね。はい。これです。 これが新しいものですね。マニュアルがスマホのアプリを開くだけで見ることができますので、こんな感じです。天文スタジオで画像処理をしたデータ、手元にダウンロードして出てきたものの品質がすごいという風に海外の YouTuber の方も絶賛してますね。PixInsight のブラーエクスター m ー,ー。n a BXT でやったものよりこっちの方が綺麗だと分析をしてましたよ。天文スタジオの画像処理は PixInsight を超えたかと。素人が手動で画像処理をするよりも、クラウドに上げてねやってもらった方が絶対に綺麗になるっていうのがね、これからの方向になっていくんでしょうね。この Google Pixel の映像もね、 4K で撮ったものを 8K 動画にしてくれる機能がついてたりとかね、写真や動画をね、アップロードすると綺麗にして戻してくれるっていうのがね、今の AI 技術を使ってね、できるような感じになってますので、個人がそういうスーパーコンピューターを使ってね、すごい勢いで画像処理をするっていうのは不可能ですから、やはりクラウドに上げてね、スーパーコンピューターで AI ノイズ除去、 などをね、お任せでやってもらった方が綺麗になるっていうのは、それはその通りなのかもしれませんね。データを送る時間はかかったり、ダウンロードする時間はかかりますが、自分の持っているパソコンの処理能力をはるかに超えたもので処理をして、送受信するだけですから、送受信の時間を除けばね、絶対そっちの方が素早く綺麗に仕上げてくれるっていうのは、 なんとなくわかりますよね。はい。時代はそういう風になっていくのでしょうね。残念ながらね、ワンフスリ3で撮ったもの以外は使えないと。しかもね、ワンフスリ3のファームウェアの1.3.0以降じゃないと使えないので、以前撮ったものはもちろん使えないし、それからワンフスリ3以外のデータをね、ドワンフラボにアップロードすることもできませんので、今まで撮りためたものとか、それから、 他の望遠鏡で撮ったものをね、ドワーフラボのクラウドに上げて処理してもらうってことはもちろんできないんですけれども、ドワーフ3を持っていれば、それで撮影した画像は全部ね、クラウド上で綺麗に画像処理してくれると。まあ、これだけでもね、ドワーフ3を手にする価値はあるんじゃないかなと思えるぐらいすごい機能ですよね。それからもう一つね、気になったのが、ここですね。 1.4.1アカウントっていうところに面白い記事がありました。読んでおきましょう。アカウントシステムの導入は将来のコミュニティに向けた準備の一環です。ご期待ください。多分ね、シースターでもありますけれども、自分たちの撮った映像を、天体画像をコミュニティに投稿するサイトが作られてますね。多分ドワーフラボもコミュニティサイトを作る 予定なんでしょうね。ドワーフラボ専用の SNS なんでしょうね。野鳥とか飛行機とかも非常に手軽に撮影できるので、そういうコーナーもできるかもしれませんね。まあもちろんシスターにもあるんですけれどもね、コミュニティサイトは。コミュニティサイトで世界の人たちと天体写真などを共有して楽しむことができるようになるんじゃないかなというふうに思います。 本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さようならチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。エイ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 と。